皆さんこんにちは、小橋です。笹川です。はい、今日はですね、夏休みで繁忙期ですので、ちょっとね、比較的時間のあと笹川くんに来てもらっております。はい、なので笹川くんとね、実はこれから3本撮るんですけども、今回はね、遺伝の話ですね。ヤフーニュースの記事読んでいきたいと思います。はい、学力への影響は遺伝が 50%、 環境が 30%、 親が与える教育環境はどう作用するのかというヤフーニュースの記事です。親として子供の知能や学校の成績は気になるものだ、そして賢く感受性豊かな子に育てようと絵本の読み聞かせをしてあげたり、家庭教師や塾や予備校にお金を出すなどのいろいろな工夫をする。それは自分の遺伝子を受け継いだこの幸福のために行う本能的とも言うべき人特有の行動だと、行動遺伝学研究者安藤氏は説明すると。うん、安藤先生の本は結構僕読んでまして、はいはい、メインチャンネルでも学力と遺伝っていうね、動画とか昔出したじゃないですか。ありましたね。そう、ああいう時とかは全部というか、ほぼ9割方安藤先生の本をベースに、僕自身のね、研究っていうか勉強をさせていただいております。はい、では親が心を砕いて子供のために用意するこうした教育的な働きはどのように結婚に結びつくのだろうかということで、今回安藤先生の新著、教育は遺伝に勝てるかというね、本から一部を抜粋した記事になっております。子育ての仕方が学業成績とどの程度関係しているかについては、教育心理学や発達心理学、最近では教育社会学や教育経済学の研究者たちが様々な成果を出してきています。例えば親が子どもの自立性を尊重すること、しつけに厳しすぎないこと、読み聞かせをしてあげることなどが子どもの学業成績と関係あるという結果が報告されています。ただこうした研究は得てして親が原因なのか子どもが原因なのかの区別をしにくいという問題があります。親が子どもの自立性を尊重して子供扱いせず、一人前の人間として育てようとしているから子供の成績がいいのか、もしくは子供の成績がいいからおのずと親も子供の自立性を尊重できるのか分かりません。はいはいはい、だからこれは鶏と卵ですよね。そうですね、怪しいですね。はい、そうですね。だどっちかっていうのはなかなか分析しにくいと、まさにその通り。で、さらにこれらの研究が扱っていないのが、まさに遺伝だということなんですよね。ひょっとしたら親の知的で本好きな傾向が子供に遺伝で伝わったから子供の成績も伸びたのかもしれないと。はい、だからめちゃめちゃいろんな要因が絡み合ってると。はい、でもちろん遺伝もその一つの要因だとおっしゃってるわけですね。はい、で、行動遺伝学はこうした問題に遺伝と環境の影響を分けて因果関係を示すことができます。うん、私たちの研究ではパーソナリティや発達障害、精神病理にはほとんど関わっていない共有環境、つまり親の育て方や家庭教育環境の違いが知能や学業成績には無視できないほど関わっていることが明らかになりましたと。これはとにも直さず同じ家庭で育った兄弟が、兄弟っていうのは別に男の子男の子の兄弟に限らずね、ひらがな兄弟ですね、兄弟が遺伝要因の個人差とは別に環境の違いから来る影響を受けて互いに似ているということですと。はい、そしてこれが大体学力の場合は 30% ぐらい関わっています。うん、遺伝の 50% には及びませんが、それでもかなりの効果量を持っていると言えるでしょうと。特に学力の場合は学校で習う勉強をする環境が家庭で与えられているかどうか成績を左右しますと。当たり前のことですが、いくら算数や理科の成績に遺伝の影響が 50% あると言っても、生まれつき掛け算九九とかね、鶴亀算、連立方程式を解けるわけはありませんし、そうですね、生まれ持ってできるわけじゃないですね。はいはい、習ったらできるわけですからね。はいはい、ましてや遺伝子の中にリトマス試験紙が酸性だと赤くなるといった知識が書き込まれているはずがありません。はいはいはい、それはそうですよね。はい、で、人はそれらを学ぶ環境に置かれたときに脳の中にそれを理解し問題を解くための何らかの変化を起こしますと。それを起こしやすい神経ネットワークや神経伝達物質の分泌をその子供がもともとどの程度遺伝的に持ち合わせていたかの違いが遺伝の影響として算出されるわけです。その前提として、そもそもそれらを学ぶ環境がどのようにどの程度あったかも影響するのは言うまでもないことですという記事になっております。はいはい、非常に興味深い記事ではあるんですけれども、やっぱり安藤先生はまず大きく多分2つのことをおっしゃっていると思うんですよね。はい、1つ目がまず遺伝だけじゃなくてその環境の要因というのも、それなりにあるんですよと。そうですね。うん、まだ今回の 30%、50% っていうのは遺伝の方が大きいけれども、でも 30% って結構でかいじゃないですか。そうですね。はい、なのでそこの影響は少なからず環境があるよということが一つと、二つ目として、じゃあ遺伝子が良ければ何でもほっといてもできるのかって、そのことないわけ で、当然勉強に関して言えば習わなければできないわけですから、はい、そうだから生まれつきね、おぎゃー陰1が1とかやつはいないわけですよ。そう、ね、それもまあ、小学生とか、早くだと幼稚園の子もいるのかな、今はね、服とかを勉強してできるようになることですから、そういう意味で言うと、
両方ともだからやっぱ教育ってことにつながっていて、それは大事なことなんだよっておっしゃってると思うんですね、はい、でさらに僕もね、その安藤先生の本を読んで勉強させていただいているので付け足すと、うん、この遺伝が 50% 環境が 30% っていうのはあくまでその小学生の多分学業成績とかの1個の基準のものなんですよ、はい、うん、ただ例えばこれがですね、年齢が上がっていくとその環境要因も結構もっとより大きくなっていくし、当然先生ね、うん、ちっちゃければちっちゃいほど遺伝的なその先天性が大きいじゃないですか。そうですね、うん、で年が減れば減るほどその、まあ、努力とか環境とかが大きくなるので、うん、なので正直大学受験とかっていう観点で言うとさすがに遺伝が 50% ってことはあんまりないのかなと、うんうん、いうふうに思います。ただ残念ながらまだそういう研究の論文は少なくとも僕の知る限りはないので、はい、もし知ってる方いたら教えてほしいんです。絶対読みますので、はいはい、教えてほしいんですけど、はい、まあ、そういったところがあるのかなと思いますね、はいはい、なので、まあ遺伝は確かにある、あるかないかで言ったらある、うん、結構その、ね、教育関係の方には遺伝なんて関係ないっていう方もいるんですけど、僕は、うん、遺伝は関係あると思います、はいはい、あるけれども、ただやっぱり遺伝だけではどうにもならないし、むしろどうにもならない部分が結構大学受験だと大きいんで、はい、まあ、努力で挽回することが大いにできる、うんうん、っていう意味で言うとやっぱり勉強することに価値っていうのはあるんじゃないかなって僕は感じるんですよね、はい、でも笹川君も例えばさ、当然、まあ、ちょっと昔思い出してもらってね、はい、小学校とか中学校ぐらいの時だと、はい、なんか勉強してないのになんかめっちゃ成績いい子とかいなかった。あ、いましたね、はい、でもなんか学校の授業だけ聞いてる、まあね、授業は聞いてるんだろうけど別に何も塾も行ってないし、うんうん、なんかね話してても家ですごい勉強させられてるわけでもないけど、はい、なんかテスト100点みたいな、うん、羨ましかったです。羨ましいよね、はい、そう、でも今どうですか、そういう子って今やっぱいい大学行ってますか。うん、どうですかね、まあでも、うん、たまになんか東大行ってる子とかポッソリと言ったりするので、うんうんうん、はい、なんで、まあ、ちょっとそういう昔から成績良かった人がそのままずっといい成績保っていい大学に行くっていうパターンはあるんじゃないかなと思いますね。でもやっぱそういう子ってさ、生まれもいいかもしれないけど生まれ持ったものもね、はい、どっからかでも努力したんじゃないの。まあ、それは間違いないと思います。そうだよね、はい、だからやっぱり遺伝だけではどうにもならないのがやっぱり受験だと思う、特に大学受験だと思うので、はい、やっぱりね、その逆に今自分才能ないのかなとかあるのかなとか、まあ、皆さん分かんないと思うんですけど、うん、まあ、諦めず勉強してほしいのと、あと才能っていうのは単純に1個の要素では決まらないんですよ、はいはい、どういうことかっていうと、例えば野球が上手いっていう才能は存在しないんですね。しないんですか。はい、しないです。なんでかっていうと、はい、野球っていろんな動作をするじゃん、はい、例えば、まあ、ちょっと僕あんま詳しくわかんないけど、多分手が長いから、うん、ボールを投げるときにすごいしなるから、うん、なんかそのボールの回転率が多いからいい球が投げられるっていうのは、結果としていい球が投げられてるけど、うん、その腕が長いということが遺伝じゃないですか。そうですね、例えばね、だからそもそも身長が良くてガタイが大きいからバット振った時にすごい力でボールを飛ばすことができるっていうのは、うん、別に野球が上手いという遺伝ではなくて、はい、体が例えば大きいとか骨格がいいとかそういう話じゃん、はいはい、でさらに言えば骨格の中でも例えば足腰の骨格が強い人もいれば、うん、腕周りがすごい人もいたりとか、うん、いろんなパターンがあるじゃん、はい、そうですね、だから一概にズドンと野球が上手い才能みたいなのあんまないんですよ。あ、なるほど。そう、はい、でいろんなものが組み合わさって結果として、あ、野球をやる人としてはめちゃくちゃ才能があるよねってことになるんで、はい、で勉強も同じなんですよ。勉強もいろんな要因があって、ね、そうそうそう、だ例えば、はい、暗記は得意、はい、だけど理解をするのがあんま得意じゃないって人もいるよね、はい、だから単純暗記するっていうようなところが得意な遺伝子、まあ、遺伝なのかもしれないけど、逆に言うと論理的なことを、ね、例えば文章に書いたりとかスラスラできる、ね、しかもすごい論理的なことが書けるんだけども、うん、暗記をしていくのは苦手って人もいるじゃん。いますね。だよく言うのはさ、はい、ね、分かりやすい例で言うと、ね、算数数学大好きだけど英語苦手とか国語苦手でいるじゃん、はい、いますね。その逆もいます、ね、逆もいるでしょ、はい、そう、だからそれはまあ遺伝かどうか分かんないよ、たまたまその子の好き嫌いかもしれないけど、うん、まあ、そういう部分があるわけで、じゃあ例えばさ、英語得意で数学苦手、数学得意で英語苦手、どっちが受かるかとは一概に言えないじゃん。そうですね、まあ、文系か理系かにもよっても異なりますね。そうそうそう、だからやっぱり単純に一言で言い表せないわけで、はい、そういった部分がやっぱり遺伝のまあ不思議なところであり、はい、要はだから皆さんがもしかしたら才能ないって決めつけてるかもしれないけど、うん、花開くかもしれないんですよ。そうですね、才能ないって決めつけるのはちょっともったいないなって感じしますよね。だから以前安藤先生の本を読んでいてあった事例がね、その例えば、まあ、すごいバイオリンの才能を持っている子供がいたとして、はい、いるとしましょう、うん、で例えば、まあ、お父さんお母さんもすごい音楽家の非常に高い才能を持ってて、はい、素晴らしい遺伝子をその子は持ってたと、うん、ただ例えばね、何かの理由で例えば親が亡くなっちゃったとか、うん、まあ、例えば戦争が起きたとかでその子がバイオリンに触れる機会がなかったらと、うん、はい、大人になるまで、そう、
才能って実は花開かないんですよ、うん、開花せずに。だって、うん、知らないんだもん、バイオリンの弾き方すら知らないから、はいはいはい、そう、どうしようもない。そう、どうしようもない。そう、だ皆さんも同じで、だ勉強ね苦手とか嫌いとか才能ないと思うかもしれないけど、はい、そもそもやってみないと分かんなくない。確かにそうですよね。そう、でもやってみて、例えばいや数学はめちゃくちゃ頑張ったけどもう絶対無理だと、うん、じゃあ自分は文系に行こう、別に僕はいいと思うんですそれでも、うん、だけどまずやってみないと自分のそのねできるかできないか分からないし、はい、あとぶっちゃけ人間って結構うまくできてるんで、うん、一生懸命頑張ると、まあ、正直ですよ、例えばスポーツとかってさ、まあ、どんなに努力してもあいつより早く走れないとかさあるじゃない。ありますね。遠くまで投げられないとかね、はいはいはい、あいつより強くボール蹴れないとかあると思うんだけど、はい、勉強って、まあ、ぶっちゃけて言うとそれなりに結構対抗できるんですよ頑張れば、うん、スポーツよりはね。そうなので、そうなると好きになってくるんですそれが、うん、あ自分やってて意味あるんだみたいな、はいはい、そうなると意外とモチベーションが上がって、別にね全員が東大京大とか言わないですよ、医学部とか言わないけど、はい、まあ普通にみんながね羨ましがるような有名大学とか、うん、まあ、難関大学とかであれば僕は目指せる範囲にいる人が多いんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、何も挑戦しないとか、うん、まあ、勉強の才能ないからって言って、うん、もう勉強しなくなるとか、そういうのがなんか一番損してるというか、そうそう、もったいないなって思いますね。はい、まあ、というわけで、ね、今回の記事非常に面白かったと思うんですが、うん、改めて概要欄にリンク貼っておきますので皆さんも読んでみてください、はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。